で今日は2024年3月25日月曜日1時43分、2024 March 25 Monday 1 o'clock 43 minutes。 変わる戦場、まるでゲーム、 Changing the battlefield like a game。 AI によって戦争の様子が変わるっていう話ですね。で、ストーリー、The battlefield of war is changed by AI。 これはイスラエルの企業、データ分析企業、アメリカだ、イスラエルでアメリカのデータ分析企業バランティアテクノロジーという会社の幹部と大統領とか、イスラエルの大統領とか軍事部門があって、この会社がイスラエルに戦争を支援するための技術を提供することに合意した。アメリカン、データアナライズカンパニー USA カンパニー、アナライズインフォメーションボランティアテクノロジープロミスとザイスラエルガバメントサポートザウォーギブダインフォテクノロジー。で、すでに昨年10月のハマスへの報復攻撃でイスラエル軍を本格的に支援した。 Already the company supported the Israel army to attack to theハマスで IT 技術を使うんですね。 AI を使う。 They use the AI スーパーコンピューター、膨大なデータの中からどこを攻撃するか分析して調べる。それまでロットオブデータ、The army, the target was chosen. AI decide and point out. これで、人間がまあ、じゃあそれで行きましょうというと、標的までの時間とか燃料がどれぐらいあるかとか、何を搭載、どういう武器を搭載するべきだとか、何を使うべきだとか、バーッとその AI が示して、これを用意すればいいんだよっていうのを教えるんだね。When the human decided the target, agreed to the battle, the AI show the weapons and distance or time or fuel.Which needed. まるでゲームをしているような感覚です。で、ディスプレイに、最適な順番で戦闘機のアイコンが並んだりとかね、いろいろするんだって。で、ディスプレイショーザージェットファイターズアイコン、ボンブアイコン、It's look like a game. で、ドローンがAI と連携して、オオカミの群れのようにですよ、もうすごい、もう1000機とか1万機とか、そういうレベルの
ドローンがね、狼の群れのようにターゲットを襲う。VC ドローンっていうのももう、開発が進んでるってんだね。The drone gathered 1000 or 10,000. Make the screw and attack the target. Such a way is developing. で、この今のウクライナとロシアの戦争は AI 戦争の実験場と言われてる。The war between the Ukraine and Russia is a test case of the AI war. ほんで、2ページ目になってるのは、AI が自分で独立して動く兵器、自律型兵器、The AI Independent Weapon。 恐ろしいのはここに出てくる言葉ですけども、自律型致死兵器システムだね。自分で自分で相手を自律兵器のことですね。で、自分で攻撃して相手を殺してしまう、人間を殺しちゃうシステム。インディペンドウェポン1カーダアビリティとキューカーだから、ドローンとか、それから犬のような格好したロボットもあって、これは陸上自衛隊が使おうとしてるんですね。だからドローンが飛んでいって、自分で判断してこいつは敵だというふうに判断して、相手に機関銃掃射を浴びせたり、爆弾を落としたり、体当たりしたりできる、そういうシステムですね。まだやったとは聞いてないけども、これがもうできますよという話ですね。でも国連なんかではこれを使うことに対してルールを決めようと言ってるんだけども、決まっていません。The weapon, independent weapon, judge, decide, target, kill or not, and do that. Shoot the machine gun or shoot the bomb.And the United Nations think it's necessary to the, make the rule, but not yet. そういうことだけどね、恐ろしい話ですね。It's a terrible story. まあ、ターミネーターの世界ですよね。It's a world of the Terminator. まあ、あれはさらに進んで、この自律兵器が人間の言うことで聞かなくなるんだけどね。And that movie isIndependent weapons, completely independent from the human and attack against the human. そういう話だけどね。まあ、その危険もあるんだろうけども、しかし、ともあれですよ。殺してこいっていうふうな命令を出して飛ばしたドローンが飛んでいってね。で、あいつは敵だっていうふうに思った人間を殺したり、家を燃やしたりね、そういうことができる。The drone order to the order by the kill the enemy and fly to the some area and decide kill or not and shoot。 恐ろしいことです。そしてね、さらに思うのはね、もうこの間、そのドローンの1500機のドローンをショーに使うドローンのショーがあったね。アイソダムービー
1,500 drones、パフォーマンスでしょう。空の上で、字を書いたり絵を書いたり、まあ綺麗なもんですよ。 In the sky that thousands of drones make the performance showing the flower or picture or moon。 で、もう私は前から言ってるんだけど、こういうドローンをですよ、民間人が作ってこんなにたくさん飛ばすことができる、それに爆弾を積んで、原発の用燃料プールに突っ込んだらどうなりますかという話ですよね。 With a person drone with a bomb it attacked to the spent fuel pool of the nuclear power plant what happened?もう大惨事なんだけどね。それが簡単にできる世の中ですよ、そんなに難しい話ではないですよっていうのが見えてるんだよね。なあ、It's a possible such an incident thousands of drone attack to the fuel nuclear fuel nuclear spent fuel pool of the nuclear power plant そういうことなんだよね。誰もそれを心配しないね。 No person worry about that。 Thank you.